はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はちょっとビューティーとかとはかけ離れたトピックで動画を作っていこうと思うんですけども、私は皆さんも前に自己紹介動画を見てたらわかるかなと思うんですけども、日本で生まれ育って、海外にアメリカだったり韓国だったりっていう風に留学なり住んでみたりっていうのをしてるんですけども、なので私が今、ちょっとでも話せる言語っていうのをちょっとここで喋っていきたいなと思います。私が日本人であるっていうことをなんかこう疑う方もすごくいらっしゃって、作りが韓国っぽいっていうのもあって、本当に日本人なのって言われるんですけど、それをちょっと証明していきたいのと、あとはこういう言語も喋れるよっていうのを動画に撮ってみたいと思います。それでは最初に私の母国語である日本語からいきたいと思います。私の名前はゆかっていうんですけども、今皆さんが知ってる通り韓国のチェジュ島っていうところに住んでます。それで私は2月の1日に結婚してるんですけども、旦那さんは韓国の方で、なので動画で旦那さんが日本人に見えて私が韓国人に見えるよっていうのは違います。私が日本人で彼が韓国人です。で、いろいろこれからも私たちまだ結婚式してないので、ウェディングについての動画だったりとかっていうのを作っていこうと思います。はい、それでは日本語はこんな感じで、韓国語いきます。韓国語갈게요。아저는한국에온지는한5년정도됐고요처음에는이제부산에서부산대어학당에서한국어를3개월배우다가그리고나서이제서울에이사를했죠그리고서울에서이제회사를다니다가지금남편을만났고요또남편의고향이제주도다보니까이제같이내려오게됐어요제주는이제살다보니까진짜많은자연과 좋은공기속에서편하게생활을하고있는것같아요서울이랑비교하면은서울은뭐워낙재밌는것도많고예쁜카페도많고식당들도많고그래서생활하기에는재밌긴재밌는데이제살기에는제주가더좋지않을까라는개인적인생각을갖고있어요ここまでが韓国語になります。次は私が以前の会社でちょっと使わなきゃいけなかった中国語をお恥ずかしいですがやってみようと思います。大家好，我是 Yuka， 年龄25岁，我是日本人，在韩国济州岛。我会说中文一点点，谢谢。Well, now I switch to English. As you might know, I currently live in Jeju Island, Korea. I was born in Japan and grew up in Japan.Then after graduating my high school, I went to United States for study. So I lived in New York City at the time. In there, not only English or academic knowledges, I learned so many things in there, and I met a lot of wonderful people in there too. And I met a lot of Korean friends too. So after I went back to Japan,I decided to come to Korea for travel and I loved it. Since then, I decided to move to Korea and study and work. So that's the reason why I'm here now. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuka. Me gusta la canción Remenda Despacito.Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando te me besas, con esa destreza, veo que malicia con delicadeza. Solo puedo hablar español un poquito. なんかラストの動画撮り忘れてて服着替えちゃったんですけど、一応こんな感じの How I speak five languages でした。見ての通り5カ国語全部ペラペラなんていうわけではございません。ただちょっとかじったことがあったりとか、自己紹介ぐらいはできる言語も含めて5カ国語っていうことなので、その辺ご了解の方よろしくお願いいたします。それでは
まあ次は私がどうやって韓国語を習ったのかとか、どうやって勉強したのってよく聞かれるので、英語だったり韓国語だったりっていう、その勉強する時のチップみたいなのを動画にできたらなとは思ってます。それでは今日もラストまで見ていただいてありがとうございました。この動画がいいねと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。